カリフォルニア州マーチ飛行場でガルセットブースターを装着したエルコエルクーペにより行われた米国で最初の JAT を使用した離陸。JAT はジェット、フュエルアシステッドテイクオフの当時後で補助用に追加したジェット推進機の推力を利用して航空機が本来必要な滑走距離よりも短距離で離陸することおよびそのためのブースターを含む装置のことである。 空気吸入型エンジンではない、ロケットエンジンを使用するものを特に、ラトと呼び再分類とすることもあるが、この記事では、ロケットエンジンを使用するものも含めた講義の意。イギリス空軍では、ラトック、ロケット、アシステッドテイクオフ、ギアと呼び、アメリカ合衆国においては、J 等に近い発音をする。CAM シップに搭載された、ホーカーハリケーンロケットを使用して、 グライダーを離陸させる初期の実験は1920年代のドイツで行われており、後に英空軍とドイツ空軍の双方で第二次世界大戦中にこの装置が導入された。英国の装置はドイツの偵察機に対するある程度の防衛のためにかなり大型の固体燃料ロケットを使用して航空機を CAM シップとして知られる商船の選手に据え付けた。 短いランプから射出するというものであった。燃焼後にロケットは機体後部から投棄され、海面に落下後に沈んだ。任務が終了すると操縦士は可能であれば、遊軍占領地まで飛行するか、護衛艦船の一席に拾い上げられることに望みを託してパラシュートで脱出した。2年にわたる期間でこの装置はわずか9回しか使用されなかったが、 ドイツ軍機の発揮撃墜を記録し一名の搭乗員を失った。主翼下にバルター HWK109 から500ポッドを装着したアラド AR234 ドイツ空軍もこの手法を自軍の小型爆撃機と1940年の英国侵攻作戦用に用意され、東部戦線への補給にも使用された巨大なメッサーシミット目321。 ギガントグライダーの補助推進離陸に使用した。目321は3機の爆撃機に栄光されて離陸していたが、貨物を搭載した場合その離陸距離は非常に長くなっていた。戦争後期になり、連合国軍の攻撃により使用可能な滑走路の長さがかなり短いものになってくると航空機の離陸距離の問題は特に重要になってきた。 ドイツが使用した装置の典型的なものは本質的にはほぼ純粋の加酸化水素である T 液の燃焼で稼働するバルター HWK109 から500シュタルトヒルフェロケットエンジンであった。離陸後に投棄されるとロケットエンジンの全部に取り付けられたパラシュートパックが解散しロケットエンジン自体は再利用することができた。1937年に ベルリンの東 70km のノイハルデンベルクに、ある戦時には、予備飛行場だった広大な飛行場で、最初の実験が、テストパイロットのエイリヒ・バルジッツの操縦で、ハインケル HE111 を使用して行われた。ドイツのその他の実験的なジャトの利用は、ハイマートシュッツァーと呼ばれるより短時間で、敵爆撃機編隊の高度まで上昇できるように、 改造された特別製のメッサーシュミット目262のような迎撃戦闘機を補助推進する目的のものであった。これには3タイプのラトがあり、すべてが液体燃料を使用するものであった。3タイプの中から2タイプのハイマート・シュッツァー版目262の試作機が製作され飛行テストを行った。1939年の初めに米国科学アカデミーは ロケット補助推進による航空機の離陸に関する研究のためにセオドア・フォン・カルマンとグッケンハイム航空研究所のロケット研究グループに対し 1000US ドルを支給した。この JAT 研究はアメリカ政府から資金援助を受けた最初のロケット研究であった。1941年にはアメリカ海軍との契約で JAT を生産するためリアクションモーターズが設立された。 雪上からラトを使用して離陸するロッキード C-130 輸送機第二次世界大戦後にジャトは当時のターボジェットエンジンの低速時の低水力特性のおかげで一般的なものとなり離陸時にアームストロングシドレイバイパーを使用したアブロ、シャクルトンのような大重量の航空機を離陸させるための手段として利用されるようになったが ジェットエンジンの離陸時水力が増加するようになるとジャトは、廃れていった。しかし、積載重量が大の航空機を短距離で離陸させる、場合や、高地・高温環境下での運用では現在でも使用され、続けている。類似した二つのゼロ距離発進の実験計画が1950年代遅くの、ほぼ同時期に、アメリカ空軍とソ連空軍で実施された。 アメリカ空軍は MGM-1 マタドール、巡航ミサイルの固定燃料ブースターを使用した EF-84G と命名されたリパブリック海 -84 の改造形を用い、ソ連空軍は EF-84G に使用されたものとほぼ同一の固定燃料、ロケットブースターを使用し特性の発射台から、いだされる s m 三十と命名されたミグ十九。 戦闘機の改造形を用いた、ノースアメリカン海 -100 とロッキード海 -104 もゼロ距離発進の実験に使用された。ベトナム戦争では、旧南ベトナムに展開した海兵隊航空団が、本格的な滑走路が建設されるまでの一時期、A-4 スカイホークなどにおいて、離陸の補助として JAT を使用している。クレディブル、スポーツ作戦は、 離陸用、逆噴射用といった多数のロケットエンジンを装着して短距離での離着陸を可能とした改造型のロッキード C-130 輸送機を使用してイランに囚われている人質を救出するという1980年代末のアメリカの軍事作戦であった。この作戦はテスト着陸中に逆噴射用として装備されたラト装置が早く点火しすぎたために機体が 地面に叩きつけられた事故が発生したため中止された。これについては、イーグルクロー作戦の項も参照。大型の爆撃機を保有していないアメリカ海軍では、核攻撃に対する独自の報復攻撃手段として、中型の爆撃機をジャトにより強制発艦させる計画が存在した。アメリカ海軍の艦上攻撃機は、航続距離が短く発艦前に空母が危険に、 さらされるため、攻撃機より、積載量と、航続距離に優れ爆走が可能な対戦召喚機 P-2 から、対戦機材を撤去し、マーク一と十0日に必要な装備に変更した、環状核爆撃型 p、p 二ボ2 v 三 c を、少数配備していた。実戦では、p 二ボ2 v 三 c の作戦行動半径まで、空母に関西使用上移動、JA との補助により、 罹患して目標に報復爆撃を行った後、空母の周辺に不時着水して乗員を回収する予定であった。冷戦中は定期的に訓練が行われていたが実践がないまま、冷戦が終結、機体も老朽化し後継の P-3 が大型で、関西できないことに加え、弾道ミサイル技術が発達したことから、P-2 の退役に合わせ計画中止となった。 航空機の操縦量に対して、滑走距離が短い場合や、短時間で航空まで上昇させるなど、推進力が足りない場合に、ジャトが必要とされる。詳細は、ラトロケット補助の必要性を参照ジャト装置を装着した車が加速のあまり離陸し、散腹に激突しているのが発見された、という有名な話があり、しばしば、ダーウィン賞の一例として紹介される。ただし、 このジャとカーをめぐる物語に根拠はなく事実かどうかは不明な都市伝説である。この伝説はディスカバリーチャンネルの番組怪しい伝説で3回検証された。最初の検証は2003年のパイロット放送版の中で番組制作メンバーが商用販売されているアマチュア向けのロケットモーターを入手してこの場面を再現した。車は恐ろしく速く走り。 追跡撮影用のヘリコプターを置き去りにするほどであったが元の話で語られる300マイルパーアワーあたりの速度には達せずに離陸するまでは至らなかった。この伝説は再度2007年に車を離陸させようという意図で前回と異なる構造のロケットを使用して検証されたが車は発射台の先端に到達する前に爆発してしまった。二千十三年の検証では 元の話通りの速度に達し一度舞い上がったがすぐに回転して落ち飛行はできないことが検証された。また発射台を用いた実験で一度高く上がったが数秒で地面に激突し離陸して三幅に激突はできないことが確認された。ありがとうございます。